何か忘れているような。ガンダルバー村に取材に来ていると言われたけど、どうやって探せばいいんだろう。まさか大声で彼に呼びかけるとか。こんにちは、僕。名前は？一人で何してるんだ。心配するな。見習いレンジャーの私が精一杯。こんにちは、ね。それじゃあなおさらお前を。うわ、泣くなよ。この声、そうだ、よう、これいい。あ、パイモンに旅人。私のことここにちょっとよ。でもまあ、僕なら。すっごく礼儀正しいな。けどここはこういう時こそ。あ、木のうろ？そう、木のうろ。もしかしたらこれ。お姉さんも。うん、アランナラが好きな人は。どうだ、きっぱい。これ、ああ、ウリンで迷ってしまった。それでさ、うん、待って、このタンジェさんって、あのタンジェさん。そうだぞ、彼が近くにいるってこと。すごいね、ずっと気になって。タンジェは普通の人だとして。え、うん、父ちゃん。待てよ、つまりそいつは。その通り。でも確かにアジャンたちおっけど。僕、もう大丈夫です、ついてきてください。やった、ずっと森にこも。ああ、ほんと。タンジさんがいるのはこっちの方向か。私はここに慣れて。危険な目にあって。僕は平気、彼女。そうか、なるほど。君たち、いや、見習いレンジャーと。おや、子供以外にも私の童話を好きになってくれる。うん、次の童話のインスピレーションが。うわぁ、これ。あ、いや、大丈夫。そちらの二人も私の読者かい。うん、おや、誰からのだい。それに、人を山柄に見立てることってそこまでワクワクする。アジャンタ彫刻展、アジャンタ彫刻展。おお、そうだ、思い出した。そういえばかつてある小舟が。何しろタンジェという名の港はさらなる猛烈な嵐に見舞われてしまどうしよう。父が言いたいのは、アジャンタ彫刻展の人たちを手伝ってアランナラへの理解を深めてもらうこと。なるほど。って今は感心してる場合じゃない。タンジさん、この件はあの二人の職。しかし
私、このタンジェはアビディアの森でアランナラが残した痕跡を見つけたんだ。これはアランナラ、もしアランナラの姿を記録できたら、そしてこれを機に私は教令員の行為に昇格し、そのことは偉大なる、はあ、書いたことはないけど、さっきタンジェさんが物語を作るには釣り針を残すことがポイントなんだ。餌を直接与えるのは童話作家である私のやり方ではないからね。ああ、その方向は。コレイ、どうしたの？いや、その方向はアビディアの、あとラジーがなんでタンジェさんと喧嘩。よっ、行こう。しやはり君、普通の木。いや、目は惑わされても、うん、心を込めてみる。アランナラもキノコ。また噛み切る。確かに。ここにもある。頭のキ。いざ。画期的な発見を目の当たりにする感じ。確かに。これほど奥だから、頭のよくこのアランナラ、どうだ。いや、何も。そうか、それでこちらのレンジャーさんの背中には、え、私、いやいや、私は大丈夫。タンジェさんの創作過程を目の当たりにして心が震えた。そうそう、とにかく私を安心。いや、さっきの拠点に、タンジェさん。あれ、それじゃあ、歯があるのなら拙者が草笛で一曲かな。雨降る風の中、ふるさとを思う。拙者と故郷のつながりはもうこの。オイラ、昨日の夜からあいつの、とにかく見ろ、ここにコレイの足跡があるぞ。けどこれ、あの木のうろに向かってないか。コレイがまた一人で戻っ、はあ、おかげで、違う違う、何を、そうだ、なるほど。けどなんで黙ってるんだ。タンジェさんに言えばよ。そうだ、思い出したぞ。秘密があれば木のうろに話せばいいんだって。コレイがラッよ、いや、何が書いた、なんて書いたんだろう。え、もう一、いや、バカな、これは、そんなエピ、つまり、そう、あ、いや、私、うん、もう、無理だ。無理ってな、そうだよ、タンジェさん、
無理なものは無理なんだ。本当にあらんならを結局でもわ、はあ、もういいラーゼ。え、ああ、わかった。これお姉さん、旅人のお姉さん、本当はこの秘密のことはいですから、そろそろ話す。実は僕のち、え、だけどタンジェさんじゃないなら僕です。僕がまだ毎晩父は僕の手のひ、ザイトゥン島は、でも父は写真、あの頃は。だけどある日、父はそのもの嬉しそうに僕は抱き合い、そして僕が一番父が僕をよく、ラーゼだけじゃない、私もあの日の出来事をよく覚えている。あの日から私の夢は叶い、すめ毎晩の夕食もザイトゥン島一つだけじゃなくなった。ラーゼには喜、最初は嬉しか、その理由に、それからだから全てのものと盛りながらは、ですので、ま、つまりラーゼは、ああ、そうだ、だからこの私を、すまないラーゼ、すまない、君たちにも謝らないと。アジャンタ彫刻展を、うえ、それでいいのか。僕がアジャン、物語にはこれお姉さん、僕はイスメールがですので、それにん、それってもちろんだって父さんは僕の一番好きな父さんでしょ。ラーゼ、これお姉さんにもお礼を言いたいです。え、私だって木のうろを探、うん、昔モンドにタンジェさんに、ああ、でちょっ、ああ、それはたまたま通りかかっただけだ。さあラーゼ、写真機を持って、はい、行きましょう。父さんも早くついてきて。ラーゼ、あまり早く走るんじゃない。